くな真似を。落ち着け。焦りは油断を生む。奴が卑怯な手を使うのは我々を恐れているという証拠。その恐れを感じた時点で奴の敗北は決まったようなものだ。船長、あいつら生きてたじゃないの。さっきの賭けは私の勝ちね。人魚の目玉6個今すぐちょうだい。お前が欲しいのはそれだけか。そうね、あの女の目玉も欲しいわねえ。ソニア、なら目を覚ませ。ホジキンはお前を利用しているだけだ。ラスティアンカーを支配しようとしてるあんたに言われたくないわ。そっちだって大勢の命を握ってんでしょ。ブラッディ・マリーのみんなは私の仲間だ。お前とホジキンの関係とは違う。派閥も姉妹も信頼もない。あるのは深い深い海、日の差さない凍えるような深海、そして死よ。ナーラ、マスターがいる限りあなた方に勝算はありませんよ。そうです、マスターが負けるはずありませんから。船長、奴らを侮ってはいけません。いや、ここは全力を出させるべきだ。私の最高傑作と戦わせてくれ。今までにない生体実験ができるぞ。全員黙りやがれ。マーリン、お前とそこのネズミどものおかげで俺の止まっていた心臓が再び震え出したぞ。風のうなりが聞こえるだろう。もうすぐ嵐が来る。まさに最高の舞台だ。あと数日もすれば海風がラスティアンカーに知らせを運ぶだろうな。ホジキンが伝説の名士マーリンを倒した強砲か、はたまたお前たちは俺の屍を打ち砕いた吉報か。さあ、未知なる航海の始まりだ。ホジキンが召喚した怪獣にどう立ち向かう。何言ってんだ、俺たちだけであの怪物に勝てるわけねえだろ。
触手一本で全員吹き飛ばされるぞ。風琴の大砲だ。今すぐ連絡しろ。風琴さあ、おい、返事しろ。マシに考えある。つながったぞ。風琴、何か考えがあるんだな。町に戻ったらマリリンのパーツを改良するぞ。信号を拡大するいい方法を思いついたんだ。今は通信機の話をしてる場合じゃねえ。あの怪物が見えるだろ。まずはそいつを何とかしねえと。あんなデカ物見えない方がおかしいだろう。まあ焦るな、そのまま前に進め。そこに大砲が2門あるはずだ。近くまで行ったら連絡しろ。わしはカテーナ号を反対側に移動させておく。このままだと触手にひっくり返されちまうからな。一直線だ。船を近づけて鍵縄を投げるから縄を使って渡ってこい。無茶ぶりが過ぎんだろ。わかったよ、腹はくくるしかねえ。でもよ、大砲の中にも周りにも砲弾が見当たらねえ。空の大砲で何を撃てって言うんだ。私の大砲は特殊な砲弾を使うんだ。マーリン様、ソニアさんと近くを探してみてくれ。きっとどこかに隠してあるはずだ。あの怪獣、召喚されて興奮してるのか。まだ保持金の命令に従う気はないみたいだ。わしらも急ぐぞ。